痛いぞ。やっぱちょっと疲れてるっぽいから休むぞ。どんな感じなんだろう。初めて入るよ。長島みたいな感じだよね。力入れますよと。よーし、ちょっと中見てこよう。さあ、やっぱトイレしましたけど、いや寒いね、冷えるねってことで、ね、買ってきましたよ、そこの前に置いてあるアペックスさんのやつで。ミルヒーコーヒー買ってきた、ブラックにしました。これね、すごいね、自動で蓋つくね、この機能。初めて見たときはびっくりしましたけどね。なんなら私コンビニで買ってこれ蓋つけるときに、3回に1回は間違いますからね。ミスってバカ、おーとととってなりますからね。すごいですね、機械も。ああ。あったけ。今ね、多分ね、6度とか5度ぐらいですね、温度。めっちゃ冷えてるわ。ああ。よし。うん、ちょっと、温まりましたし。さあ、ずずいと続き行きましょう。いざとなったら別に、満喫行ったらホットコーヒー飲み放題じゃ。もう、今、国道22号線にどうやって入ろうかなってことしか考えてないですもんね。ああ。温泉は、から入るのか、な。ここで、インターから入ってくるところと、合流なんだ。ああ。で、スタート。なるほどね。あ、でもすごい。サバの代わりをコーヒーが制していく。強いぞ、こいつ。いい感じになってきた、いい感じになってきた。いや、悲しいよ。やっぱ、サバの香りがね、消えるのは悲しいんだけどね。言うてね、ずーっとね、サバの香りがしてたんでね。コーヒーの香りでまた気分してね。やっぱ、近すぎるとね、なんていうか、サバちゃんっていうのは、近すぎると、ちょっとね、匂いが気になっちゃう存在なんだけど、こうやってね、また匂いが消えると、また恋しくなる存在でもある。これがサバですから。ちょっとここの声なんですね。
そんな席、もうサービスエリアだったら夜も空いてるかな。席のサービスエリア使ったことねえな。一回行ってみるか。ここ空いてなかったら一宮までご飯食べしようかな。空いとったらせっかくないここでなんか席っぽいのも食べても、席っぽいもんってなんだ。五平餅ですかね。この時間もう五平餅は空いてないな。直角なんだ。あ、でもミニストップもあるし、まあ席は大きいですからね。レストラン空いてるところあるのかな。ちょっとちらっと見てこれを、なんかあったら写真撮っとこう。よいしょ。さあ、ってことでね、食べてきましたけど、もう前向きたまんまだけど。よいしょ。ちょっとお土産ももう暗いでね、映せないですけど、家に帰って帰るとの、ハムとか、ちょっと買ってきましたんでね。なんか飛騨牛の、やつが売ってたんで、それを買ってきました。まあそうだったんで、これにしようと。よいしょ、いい感じでございますね。ああ、ちょっと、なんかね、食べて。ゆっくりしたし。なんやかんや、小一時間ゆっくりしとったよな。にしても、栗きんとん買ったり、ひだ牛具体ってことで、果たしてこれが席だったのかどうかはあれですけど、まあでも、美味しくいただけたので、よしとしましょうよ。何やかんや結局飲み食いしちゃいますからね。今回は別に大規模遠征というわけではないんですけど、まあでもやっぱじゃあね、何やかんや最近はサービスエリアもご当地のものがこう効率よく食べるようになってるんでいいですよね。クオリティがね良くなってますからね。さあ、ではもうあとは帰ってくだけだな。うん、一宮もスローリーでいいね。またちょっと席は長良川鉄道と合わせてぜひ行きましょう。